はいさい、こんばんは、沖縄の鈴木です。はい、廃校の近くに洞窟を発見したんで、ちょっとそっちの様子を見に行ってみようと思います。なんかね、洞窟の中からペッタンペッタン、スライムの音が聞こえるんだよね。で、前回もスライムどっかにいたので、多分この辺りにスライムチャンクがあるんじゃないかなと思って、ちょっとね、探し回っております。で、経験値も18。松明が残り少ないな。どうしようって感じだな。なんか上にもなんかある。なんだろう。ちょっと登ってみよう。おう、びっくり、ちょっとスライムの声が聞こえると思ったらびっくりした。おっと、まだスライム出てきて、あ、スライムじゃない、ゾンビだよ。ゾンビだよ、ゾンビ。なんか話をしてからなんか変な感じがするなと思ったら、はい、ゾンビです。ゾンビです。で、スライムの足音が聞こえなくなっちゃった。どうなんだろう。そして、白い。あ、こっちは行き止まりか。こっちが、なんか広いね。おお、どうしよう。あの下行くか。ちょっと降りてってみます。どうなってんだ。ゾンビの声がした。で、スライムの音もしてるんだよ。もっと下。こっちの方に来ると聞こえなくなってきます。なのでこっちじゃなくてさっきのあたりか、してるんですよ。してるんですよ。スライムの音が。どっから。それらしい穴もないし。ナイスさ。多分この近くにスライムのチャンクがあるってこと。それは確実なんだろうな。そしてスライムが動き回れる空洞もあるってことですね。この辺り、聞こえてる聞こえてる、ぺっちゃんぺっちゃん聞こえてる。はて、
悩む。ただまあこんなことやってる場合じゃないんで、まあどん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 時間が過ぎてっちゃうんで、どうしようかな。まあこのツルハシが壊れるまでやろう。あ、壊れた。うん。というわけで、まあ今回はこんなところで、うん、スライムチャンク見つけようと思いますんで、頑張ります。はい。